はい皆さんこんにちは瀬戸井ライオンです今日はお花に関する素朴な疑問があって、えー、いろいろと調べてみたのでご紹介したいと思います。えー、と私花屋に勤めているとあのいろいろとオーダーがよくあるのですが、えー、そのオーダーが、えー、2つ用途が2つ大きく分けて2つあるんですね。 一つはお祝い事ですでもう一つがお墓参りとかあのお葬式とかにあのっていうことであのよく「お花をお願いします」って言われます。であのこのどちらも2つですねあの人間の持つ感情をあの形にするのにあの花っていうものが一番こう適しているってことなんですけれども、えー、嬉しかったり あの悲しかったりそういったね人間の,あの思う感情ですねそれをあの相手に伝える方法の一つが花を贈ったり花を添えたりっていうするそういう行為につながるんですけれども、えー、そのお花を贈ったりあの添えたりっていうその行為ですねあのいつ頃から始まったのかなっていう。 もう本当に素朴な疑問なんですけれどもあのそういったことをちょっと今日お話ししたいと思います。であのこれって日本だけではなくって世界中どこでもあの通用する習慣だと思います。まあ、形はいろいろと違いますけれどもあの、まあ、言葉が分からなくともお花っていう形でいろいろと あの言葉をあの伝えなくともあの感情とかが伝わる方法がやっぱり花なので花ってやっぱりあの奥が深いなって思います。えー、それでえっと今日はその日本人でよくお墓参りとかあの定期的にまする習慣があるんですけれどもその。 あのお墓にですねお花を添えるっていう行為は、えーまあ、それも世界中でやっぱ行われてるんですけれどもあのこれってじゃあこれ実は説がですねあのいくつかあってあのそのいくつかをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、えーまあ、ある一つの説は。 1> 1万2千年前だと言われてますでその当時に添えられた花はミントだったりセージなどの香りのある草花だったそうです。でこれもまだ完全に断定された説ではなくって人が人を埋葬するっていう習慣は実は起源が約10万年前の ネアンデルルタール人なのではっていう説もあるんですこれもまだ未知の説なので、まあ、一応学者の間の中ではあのまだその意見で一致しているわけではないそうなのでまあいろいろな説がまだあ,のあるんだなっていうことですね。であの一応その太古の昔からその亡くなった仲間を埋葬して美しく飾ってあげようっていうその気持ちがですね 花に込められているっていう説もあるので花を飾ることで人の心を持ったとかその人の心を持ったから花を飾る習慣ができたのかどちらが先か分かりませんけれどもこちらの本もまだちょっとまだ分からないそうです。未知の世界でですねこちらははいで はいそれで確かにこれって人だからできる習慣ですよね動物はしませんからやっぱり人と動物の決定的な違いはそこなんじゃないかなって思いますでさらに話を進めていくと日本ではお葬式の時だったりお墓参りだったり結婚式の時とかって白色を重んじていますよねなぜ白なんでしょうかっていう話なんですけれども 白にはこんんな意味があるんですね。例えばお葬式の時の白菊この白の意味は弔いの意味があるそうですあと次の世界への旅立ちの色だそうです亡くなられた方にあのお着替えをしますけれどもその時の相続の色も白ですよねあと結婚式の時も花嫁さんが着る服白むくだったり ウェディングドレスだったりやっぱりそれも白色を着ますよね。次の世界の旅立ちを祝しての白そういうあの白にはそういう意味が込められてるそうです。はいであのー、先ほどそのお葬式の時とかにあの菊の色も白を使いますよねっていう話なんですけれども。ああのー、じゃあ なぜ菊なのかっていう話にもちょっと少しだけし,しますね。はい。この菊はですね、あのー、まあ、菊自体に独特な香りもあって、またこんな説もあるんですけれども、あのー、菊っていうのがそういうのぼせを抑える効果があるそうでして、それがあの葬儀でね、あのー、悲しんでいる方の気持ちを 和らげてくれる効果があるっていうことなんです。なるほどね、なんとなくしっくりきますよね。はい。あともう一つですね、聞くにはあのー、こういうあのー、諸説があります。日本の国家が聞くであるっていうのと、あの厳粛であるっていう意味もあります。 あと花の香りがお香に似ているっていうのと花言葉が拡張高いいっていう意味もありますなのであの日本人があのお葬式の時とかにあのあの弔いの意味を込めてあの添える花っていうのはその「聞く」っていうのを選ぶにはやっぱりそういう意味があって昔から贈られてるっていうことなんですね。 ななかなかあの今普段あの当たり前にあのお葬式の時はこの花を使うとかあの何気に使ってますけれどもやっぱりそういう意味を知るとあのこれから先ねそういうあのまあいそういう経験お葬式に行ったりとかまああの結婚式とかねそういったこともやっぱりこれから。 経験もまだまだあるでしょうし、その時にそのお花の意味を分かってると、ああ、なんかそういうことなんだなーっていう。ちょっと一歩深いあのなんだろう。気持ちで、あの相手の方に接することができるんじゃないかなって私は思っております。はい、あの今まで何気に？あのお花っていうものをちょっとあの。 身近にあるけれどもお花についてあのまあ何も思わず接してきたんですけれどもお花屋さんに勤めることであのお花のことをいろいろ詳しく知るとあのなんだろうお花ってやっぱり尊いなっていう部分が全体的に見てあの思うことがたくさんあるのとあとですねあのこういう話もあります。あの お花ってあの自然にでできるもものですけれどもあの絶対的にきれいで美しいじゃないですかであの神様はその尊いものには美しさを与えようっていうあの粋な計らいがあったそうでしてあのなので履かない花はいつまでも美しくはないよっていう意味もあるそうですのであのなかなかその美しいものを あのずっと永遠に美しくあの咲いて咲かせようっていうことはなかなかあの自然の中では無理な話なのかもしれませんけれどもあのそこをですねちょっと私の,あのこう作る作品のレジンアートフラワーではあのなるべく自然に近い状態でそのあの自然に近い状態っていうのは自然の,その色合いのまま。 あとシワのない状態のままであの綺麗にドライフラワーにすることであのそのお花に対する思い出をそのままあの永遠にあのドライフラワーにしてレジンに封じ込めてあの一生大事にしていきたいなっていう意味もあってそのレジンアートフラワーを始めたのでもしあのそういうなんか思い出のある花だったりとかあの大好きな花だったりとか まあ、あの送りたい相手の,その花ですね相手の好きな花をですねあのこういった形でお花を飾りたいなっていう希望がもしありましたらまたあのご連絡いただけると嬉しいなと思っております。はい、今日はあのちょっと昔から思ってた疑問をですねちょっと調べてみて今日ご紹介させていただきました。はい、ではいで 今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。